曲歌いたいと思います。曲を持ってきました。この空間にぴったりなんじゃないかなという曲をね、みんなで、みんなで一回ここにこう下見に来たんですよ。このアーティスト全員で来て、どういう風にやっていこうかっていうね、ちょっとお話し合いをした時にこの曲いいんじゃないかって出てきた曲です。そうです。なかなか男女で歌うことはないんじゃないかね、思いますが、はい、歌いでしょ。帰りたくないんですよ、僕は。ねえ、なのでね、僕が歌っちゃうと今日も終わって、今まで1ヶ月も2ヶ月もね、今日の日を想像しながら来たんですけど、これを歌ってしまうと、それがもう終わって、ひょっとするとこの3組でまた何かをしようってなる機会がないかもしれないし、あるかもしれない。それがすごく、ね、名残惜しいですよね。で、今日本当に陰でね、僕らをこんだけ綺麗に色作ってくれた、和装コーディネーターの富永愛さんとして、はい、南部長、メイクアーティスト、はい、ヘアメイクさんの、はい、2人に皆さんから拍手をいただけませんでしょうか。ありがとうございます。それでは、お届けしたいと思います。